トップで右の肩甲骨が見えるようにしたいっていうね。ちょうどここで右の肩甲骨ですね、ここがしっかりと見えるぐらい、そうすれば、体をしっかりとねじれているということが言えます。ここですね、まあ、どうしてもね、ダイナミックにスイングするというよりはこのように畳み込んで小さくする、まあ、結果的には胸が回らない、体が回らない。トレーニングドリルはこのような練習です。このように四つん這いになって、このように肩甲骨を動かす、胸を回す、体も回転、その時に体幹はしっかりと下向けたまま、お腹は下向けたままですね。胸を開くけれども下、お腹は下向ける感じですね。そうすることでこの胸郭の部分、胸椎をねじる練習をしてください。まあ、そうすることで、体幹部は安定、そして胸椎がねじれる状態を作ります。どうしても上半身を、右の肩甲骨を回そうとしてですね、体まで、体幹部がぶれてしまうと結局体がねじれません。ですから体を回して肩甲骨をしっかりと使って、それでいて体幹部を、しっかりと固定しているようなイメージですね。ここら辺で安定、下半身は固定して肩甲骨を使います。肩甲骨を動かす、まあ、先ほどのねストレッチのような練習をしてですね、少し右の肩甲骨を、正面から見て見えるぐらい体をねじる練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能です。メルマガ登録もよろしくお願いいたします。